んな場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。大丈夫だよ、それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。うん、キリトの言うことなら聞くよ。
手まといにならないでしょ。世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私はこの世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりもキリトはクリアのために頑張ってるんだよね。だからさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。な、何？キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。キリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。フィリアは戦闘で何か武器と言えるような能力を持った方がいいと思うよ。武器？うん、能力のバランスはいいんだけど、突出するものがないんだよね。でも、無理に一つの能力を上げて他の能力を落とすより、バランスよく上げた方が安定していいと思うけど。まあ普通の戦闘はそれでいいけど、ここ一番の時にはやっぱり何か武器を持ったプレイヤーの方が強いよね。本当にそうかな。例えば普通の美人よりも私のような大きな胸を持っている美人の方が魅力的じゃない？
然話が変わっていない？でもキリトだってパートナーにするなら胸が大きい美人の方が魅力的でいいよね。でもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。
Kirito. ちょっと用事を思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん。少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。行かせちゃってよかったの？自分じゃないと解決できないことってあるもんね。いよいよか。頑張ろうね。そうだな。よう。よろしく、キリト。それじゃ、またね。